こんにちは、カリマンです。今日はね、レトルトカレー紹介したいと思います。今日紹介するのはこちら。じゃん。SB のご褒美フレンチ、チキンカレーとビーフカレー。こちらですね、東京の代々木上原にある塩という、まあ、お店のオーナーシェフである、鳥羽周作監修という風になっております。フレンチっていうことでね、あんまり僕はフレンチを食べることがないんです。食べたことはあります、何回も。だけどなんとなくね、そのピンとこないっちゃピンとこないですよね、だけどなんかまあソースで食べるご飯みたいな、イメージがすごいちょっとあって、でそういう意味で言うとカレーなんかで言うと、まあ、ソースなので、まさにフレンチにこう合ってるんじゃないかなと思うんですけど、このチキンカレーっていうのがね、なんかあんまりフレンチっていうイメージがなくて、個人的にね。でこのビーフカレーの方が、まあ、フレンチらしいかなとちょっと思ってまして、このビーフカレーの方なんですけど、スパイスと一緒に煮詰めた赤ワインのコクと酸味、フルーツの甘み、カカオとコーヒーの癖になる苦味、じっくり煮込んだビーフの旨味、香りあふれる焙煎カレー粉とのマリアージュをお楽しみくださいということで、なんかこう深めるための要素が徹底的に入っている感じはします。チキンカレーの方なんですけども、ハーブでマリネした香り高いチキンに素材が醸し出す甘みと酸味、そしてコク、チキンと野菜の旨味が凝縮されたブイヨンに随所に効かせたスパイス感、それらが一体となった後引く味わいを楽しみください。ハーブ量がねちょっと違ってまして、ビーフカレーの方は 180g、 チキンカレーの方は 200g、 ちょっと大きい、多めになってます。で辛さはどちらも3ということで、こっち食べていきたいと思います。それでは温めてまいりましょう。はい、なんか写真ほどね、粘土みたいなのは感じないんですけど、めっちゃいい匂い。肉もね、まあ、食べ応えのあるサイズで3つ入ってますね。うまい、うまい。なんだろう、この滑らかさ、めちゃめちゃ滑らか。うわー、奥が深い。これはなんか口当たりはさらっとしてるのに奥が深くて濃厚っていう、ソースをね楽しめるカレーかなっていうのもいきなり感じます。うまい、うまいっていうかソースがうまいな。肉は大きいんですけど硬い、油分がないっていうのかな、パサパサっていう。これはうまいわ。噂の名店シリーズとかよりも断然うまいですね、これは。まあ常用しとっていいレベルですね、これは。肉もね硬いって言ったんですけど、繊維自体はねほろっとこう崩れる感じの、食べやすさはあるんですよ。ただね味はなんか肉の中にも結構入ってる感じ。これはうまい。中村屋のビーフ、スパイシービーフとかああいうのとまた全然別系と、そこがまあご褒美フレンチ。いやうまかったね。フルーツの甘みももうほんとちょうどいい感じ。辛さに隠れるようにして効いてるんで、なんかうわ甘ったるとかそういうのなくて、
めっちゃバランス良かったなと思います。はい、ってことで次こちら、じゃあチキンカレー行ってみたいと思います。それでは温めていきましょう。早速ね、チキンの香りがプンプンしてますけど、チキンもね、肉がなんか結構入ってます。チキンカレーいただきます。ご褒美フレンチというねスープからね、いってみたいと思いますね。あ、これもね、なんかまたサラサラしてて食べやすくて、なんかあんまり食べたことないようなレトルトカレーの味ですね。野菜の香りがすごい。あ、ブイヨンか。あのブイヨンって野菜から取るんでしょ、多分。ブイヨンが入ってたって書いてあったかな。とにかく野菜の風味がプンプンして、でその奥にちょっとハーブかな、うん、肉もねちょっと食べてみたいと思うんですけど、うん、柔らかい、パサパサしてない、あ、美味しい。わあ、これはさすがご褒美フレンチ。うん、うまい。口にねこう入れるたびにね、うまさが本当に倍倍みたいな感じ。うん、うまいね。ソースがちょっと違うね、普通のと。どこまでね、その野菜のスープをねどこまで徹底してるのかちょっとわかんないですけども、そういう素材感の香りがします。なんかこうまろやかな口当たりの中に程よい辛さと旨味が詰まってる。で、後からハーブがほのかに香るみたいな。いやー、うまかったな。今このビーフカレーのねパッケージ見てたんですけど、重層的な味わいを極めたソースって書いてますけど、確かにチキンカレーの方は芳醇な味わいを極めたソース、まあ、確かに、まあ、一言で言えば上品ですね。なんかこう雑じゃない、上品な喉越し、上品な味わいみたいな、そんな感じかな、うん、一般的なこのレトルトカレーの中でのレベルを高めたようなカレーだったような気がします。僕としてはまあまあおすすめですね。これは皆さんのレトルトカレー選びの参考になったでしょうか。今回の動画が良かったと思う方、参考になったと思う方はグッドボタンよろしくお願いします。このチャンネルではスパイスカレーやレトルトカレーやカレー商品などを紹介しております。たまにねカメラ関係のものとか、ドローンのこととかやっておりますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もしていただいて、ご覧いただければ嬉しいです。あとね、もうちょっとで1000に行きそうなところまで来ましたので、ぜひ応援の方よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。